拳の跡。パパがあんな怒るなんて怖かったな。何や、怒らしたんかお前。危ないな、この親父。この親父危ないかもしれん。まだ見てんのか。どうしよっか。あとなんか一ピース足りひんねんけど。何が足りてないんかわからんねんな。うん、座る。座るだけか。ゲームでよくあるこの座るってなんなんや。車のキーを取る。入れとけって言われたから。買い物リスト。アイスクリームガキ出す。何が必要かな。しれーっとアイスクリームを足しといて。なんかうるさになったな。なんでこんなのがプロなんだ。なんかある。料理する。飲む。飲め。うんうん、パワー全開。飲んで。捨てる。なんで捨てんの。あ、キモい。ああ、なんかもうあれか、腐ってたりすんのかな。何これ。パワートラッシュ。パワートラッシュ。ズバン。恐ろしき緑の物体は葬られた。で、なんか飯作るみたいなのなかった今。マカロニチーズ。料理するっていうか。起動カウントダウン。そうやんな。5、4、3。レンジで温めるぐらいやん。1。ビールの缶。あ、電子レンジなんかできる。パワーレンジン。よし。で、このビールの缶は捨てるか。捨てよう。こんなとこに置きやがって。行くぞ、ひねりつぶせ。おら、モンスター。まさか。なんで。力足りんかった。なあクリス、ビール持ってきてくれ。おいおい、マジかよ。わかったよ。了解。パパのために頼むよ。どこや、ビール。こん中入ってんのか。これ以上やってええのか知らんけど、なんかあげんかったら怒られそうやし。あったあった。はいよ。ほら、飲めもう。お、よく冷えてるな。乾杯。どんだけ飲んでんねんお前。冷えっちゃ嫌そうな顔してる。ちょっと早すぎ。おっと、悪い。わかった、ゆっくり飲むよ。そうや、お前もう飲むなよ。もうこれで最後やから。こいつは悪の空き缶だ。なんとかしてくれ、キャプテンスピリット。本当に。ああ、乗せられた。エリクセンさん、キャプテンスピリットがリサイクルする。急いでくれ、缶が街を破壊しまう。危機一髪だったな。どうもキャプテンスピリット。仲間のためならお安いご用さ。乗せられてしまった。パパ捨てろよこれ。まあええわ。もう今はちょっと待って、レンジお前温めてるとけんとこやねお前。ちょっと待って、大丈夫か。パパに渡す。このパパに渡すの。
これもパパ、それ俺のために？パパ試合中は動かないでしょ、だからこっちで食べれるようにって。マカロニチーズならチンできるしね。マジか、やるじゃないか。この調子で料理も覚えたらどうだ。ママのマカロニチーズ懐かしいね。あ、いや、ママの作ったやつはうまかったな。でもこいつは冬の試合のお供に最適だ。ありがとう。まあ食べてみて。最高のマカロニチーズだ。やべ、なんか親父の介護してるみたいな感じになってる。大丈夫かこいつ。パパ話そうよ。パパ。クリス、なんなんだ、やめろ。怒られた。なんやこいつも。なんやこいつも。絵はもう外行ったるわ。あ、でも待って、でもなんかあと一ピース足りひん言うてたやん、服。なんかどっかないんかな。おもちゃの銃持ってかへんの。あ、銃、あ、ないんか、いらんのか。素手で戦うんやっけ。どっかないの。部屋の中にもう一個ぐらいありそうやけどな。ないんかな。 DVD とかいらんよな。トランシーバーいらんの。空中要塞は安全だね、今のところ。あ、空中要塞の方にある、もしかして。お前らにかけてんだ。いける。その辺にある材料を使おう。あ、なんか頭かこれ。あとないの。頭や。頭みたいな見たことないな。じゃあちょっと出ようか。外にあるんじゃねえ。中で見た記憶ぐらいも頭みたいな。あ、なんかそれ着た方がそれっぽくないか。金なくてここに引っ越してきたって言ってたけど、なんか普通に広いな、家。さすがアメリカだって。え、これ全部庭じゃん。めっちゃ広いんやけど。横のやつなんや。空中要塞どこっていうか、空中要塞どこや。あった、あれや。とりあえずなんかありそうな空中要塞に行こう。なんかブランコぶっ壊れてるやん。とりあえずこっち行こう。お、なんかいっぱいあるぞ。状況を聞く。あ、押せてなかった。スカイパイレーツ、あれから状況はどうなってる。嵐で被害は出たか。いや、出てない。マグネットフィールドのおかげで被害はなしだ。それはよかった。その調子で頼む。スカイパイレーツ、これか。ほら、行くぞ、開けろ。秘密の隠し場所。ほら、目玉親父みたいなやついる。開けごま。野球カード。僕の好きな野球選手だ。データとかはよくわかんないけど。ハリーがパパの悪口言ったのが悪いんだ。でもこのことは秘密にしとこう。喧嘩したんか。一番やばい通知表は。今は良くなったけど。あ、美術だけ A って書いてる。やっぱり美術系は得意なんやな。絵めっちゃ描いてるし。これで地図が完成する。次の冒険に進めるぞ。なんかゲットした。
ママが書いてるとこ見るの好きだったな。ねえ、おかんはなんかあれか、絵描くの好きやったんかな。おゆうさん何を作ってくれるの？一番好きな料理はピザだ。ピーバレンタイン愛してる。なるほど。戻ろう。すごいアンバランスやなあれ。パパが僕のお皿を灰皿にしてたから取り返したんだ。ありえないでしょ。それはありえんわ。見張り台に座ってみようか。あ、なんもない。座るだけや、これ。ここでできることはもうないかな。よし、降りよう。案外なんもなかったな、ここ。なんか地図みたいな見つけただけ。でブランコ危ないし直さなくていいだろうってパパ直してくれないんだよね。これ隣の家かな。侵入できんが。今年のクリスマスは本物のツリーを買うんだ。雪だるまおる。ママがいた頃みたいに。スノーマンサー。ああ、スノーマンサー。悲しいよ。あんなに強かったのに、こんな姿に。そんなざまでどう僕を特訓するって言うんだ？無理に決まってる。もう直ったんか。戦闘準備完了って感じだ。おっしゃ、倒すぞこいつ。吹き飛ばす。おお。落ちた。目が不満なんか。目玉落ちた。戦闘準備完了って感じだ。え、もう戦わんの？目どこ行った？あ、もういいの？もう終わりっすか？スノーマンさんなんか書いてなかったっけ？止められるのは僕だけだ。いやねんけど、戦闘準備完了って感じだ。どこ行った目玉？お前目玉取れたけどどこ行った？マジで。いいのか？もういいのかこいつ。まあいいや、もう無視していこうこいつ。よし、他探そう他。なんか倉庫みたいなのあるぞ。こん中にヘルメットあるんじゃん。アイスジャイアントに捕まったらアイスキャンディ。二次元への扉を開く魔法の鍵を求めよう。魔法の鍵がない。これ車の鍵パクってきて。遠くに行くなら鍵を見つけないと。え、お前運転すんの？お前運転できんの？いや、できるわけないよ。あ、中入ってる。なんだこれ。家族みんなで楽しく銃で遊ぼう。射撃情報で、ああ。
なんか物騒なやつかと思ったら別にそうでもなさそうやな。あ、なんかある。結構奥あらへん。ここすげえ。思ったより奥あった。ええやん、ここ。うん、右や。左。全部一緒に見える。右や。左。やべえ、全然どこにもたどり着かんねんけど。え、ここもしかして何もないの？もう一回左行っちゃう？ちょっと待って。左左下に行ったんか。じゃあこれ、お、なんか変わったぞ。帰ってきた。あー、出れた。ここや。そんな広かったこの中。お、なんかあったぞ。あれ、これお母さんか、もしかして。思い出をこの中に入れてたんか。あ、出てきた。ママって美人だな。笑顔が懐かしい。あ、なんかクリアした。これどれや。これか。あー、秘密のお宝、これか。多いな。ヘルメットどこにあるかわからないし、これ外出れんのか。あ、ダメやった。分かってるよパパ。やんな、ダメやな、さすがに。車の鍵持ってこようかな。ちょっとなんか特になんもないし。で、あと何残ってんねや。どれや、これか。あ、ヘルメットどこにあんのやろ、ほんまに。ビール缶とスノーマンサーはなんか知らんけどダメやったな。で、マントロイド。コスチューム完成したら宇宙船に乗って見つけ出せる。まあコスチュームが完成せんと無理やねんな、これ。スーパービランから。そう、パパのロックを外せない。あ、パパ寝てるやん。おい、ほらパパ、ほら、おい。パパ、寝てるの？パパ。パパ、釣り買ってくれるって言ってたやん。パパ。パパ、ねえ。ああ、なんだ。バレた、うるせえな。パパ、僕だよ。クリス。オーケー、待ってろ、クリス。あ、くそ。大丈夫か。パパ。大丈夫じゃねえ。パパ。パパ、大丈夫？そう見えるか？あかん、これはダメや。全くただの一試合も満足に見れやしねえ。
パパ最悪だ。こっちが最悪や。軽く足やってもうだな今。なんで俺を起こした。起こしてって言ってたから。そうや、言うとったよ。約束だったしツリー買おうって。ツリーって家もまともに歩けないのにか。気をつけた方がいいよ、その起きるときは。生意気なこと言うなクリス、そんなの聞きたかねえ。あぶねえ、今ので無事入れられるかと思った。あぶねえ、こんなんじゃ出ない。誰だよ。あかん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 、お前出るな。開けてみてセールスマンとか勧誘とかそんなだったらドアを閉めろ、時間の無駄だ。怖いんやけど。ここは城だ。俺たちだけのだろ。うん、怖いなこの人。やっぱアルコールは人を狂わせるわ、ほんまに。これ教訓になるな。なんかおばさんが来た。はい、何でしょうか。あらクリス元気。あ、おばちゃんかもしかして。うん、レイノルズさん。違うのか。あの、そのその、何もないっす、何もないっす、大丈夫。宿題やってる、テレビゲーム、家を掃除する、家掃除する、家掃除、どうしよう、家掃除すんねん今から。その家の掃除とかしてたんだ。こんな天気のいい土曜日に。そうや。それより外で遊んだら。でも今日は洗濯するんだ、パパは試合見てるし。だから家の片付けはあなたがしてるのね。そうっすね。そういえばさっきお散歩に出ようとしたんだけれど、こっちから大きな音がした気がするの。何かあったの。別に何もないって。ツリーの中でパパが転んだ。パパ転んだんよ。パパが転んじゃって。でも大丈夫だよ。派手に転んだみたいだけど本当に大丈夫なの。大丈夫やって、うん、試合が盛り上がったから興奮して。そう、パパテーブルにぶつかったんだ。そういう視点にパパは。本当だよクリス、そう必死にならないで。分かってるわ、接戦だったのね。そうや。今日は他に何か予定があるの。このまさしつこいな。ツリーを買う、ツリーハウスの作業をする。ツリー買う。うん、パパと本物のクリスマスツリーを買いに行くんだ。あら、それは楽しそう。うちでもそろそろツリーを買って飾りつけないと。この季節一番の楽しみよね。はい。そうやね。パパが一番いいツリーを買うって言ってたし。そう。あなたには最高のツリーがふさわしい。買ってくれるはずや。飾りが足りなかったら遠慮せず言ってね。おお、いいしてた。貸してあげるから。わあ、いいね。ありがとう。どうやら。お父さんの面倒をしっかり見てるみたいね。もちろん、チームメイトだもん。あなたはいい子ね。ねえクリス、なんとなくバレてるよ。私たちお隣さんなんだから、もし何か困ったことがあったらいつでもうちに訪ねていらっしゃい。わかった。いい人そうやけど、ちょっとこれはこれちょっと怖いな。なんか分かったよレイノルズさん、ありがとう。後で遊びに行くね。ふう、バレずに済んだぜ。見とるやん、帰れやよ。これ完全にバレとんの。あのおせっかいババアは何だって何も口悪い。何もだ、聞いてたんだぞ全部な。てか追い払えよ。だけど俺がどんなにクソ親父かって言いたかったんだろ。違うか、ね、挨拶に来ただけで。めんどくせえこと。そうじゃないよ、信じてパパ、信じてよ。そうやぞ、メソメソするんじゃない。もう赤ん坊じゃないんだ。うわパパ信じてよ、大人になれ。めっちゃ追ってくるやん。お前はママにそっくりだ。お前を見たり話すたび、やめてよ。あいつの顔が浮かんで、どうして
お前がいなきゃあの日あいつは車に乗らなかった。うわ、なんか言い出した。絶対に。あ、いや、クリス、今のは違うんだ。遅えよ。嘘だ、本気だった。おい、待てって、クリス。遅えよ、お前もう。もうろくでもない親父やな、こいつ。もうどこ行くんや、どこ。あ、秘密基地な。おーっと、宙に浮いたぞ。もしかして超能力に目覚めた。え、すげえ。今の何だったんだみたいな感じになってる。やべ、見られた。あれ？お前。あ、なるほどな、ここで会うんや。一応友達なんかな、ダニエルとか。あ、終わりか、終わりか。キャプテンスピリッツで、クレジットか。いや、なんか面白かったな。なんか外伝みたいな感じやったけど、普通に面白かった。なんか本編よりも好きかもしれん。こんなん言うたらあれやけど、なんか面白かったな、これ。パパが結局なんかろくでもないやつやったけど、いや、まあ酒さえ飲まんかったらっていうのはあんねんけど、やっぱな、ほんまにアルコールは人を狂わせますよ。ほんとに皆さん覚えといてくださいよ。ほんまに飲みすぎは注意ですよ。さすがに飛ばそうかな。あ、なんか出た。これあんまり達成できんかったけど、移動。ああ、うん、続けるで、Life is Strange 2でクリスと再会しよう。あー、この後会うんや、じゃあ。なるほどね。メインメニュー。これで完全に終わりで、また本編に続くのかな。そんな感じやな。では、また。今回はここで終わりたいと思います。次回からね、またあのダニエルとショーンと一緒に冒険していきましょう。バイバイ。